マヌエル・ベルトラン・マヌエル・ベルトラン・マルティネスは、スペイン・ハエン出身の自転車競技選手。1995年、マペーと契約して、プロロードレース選手となる。主に、クライマーとして活躍。1997年、バネストに移籍し、1998年のブエルター・エスパーニャでは、アブラハム・オラーノを、山岳ステージで、献身的にアシストして、総合優勝に導く。 この時オラーノはベルトランをねぎらい BMW をプレゼントした。1999年カタルーニャ一周総合優勝。その後マペを経て2003年チームコーストに移籍。ヤングルリッヒのアシストとして期待されたがチームの経営難によりシーズン途中で US ポスタルサービスに移籍。2005年に US ポスタルからディスカバリーチャンネルにスポンサーが移った後も在籍し、 ランス・アームストロングのアシストとして、その間、ツールド・フランスに出場している。また、2004年のブエルター・エスパーニャでは3日間総合主を経験。2007年、ディスカバリーチャンネルの解散に伴い、リクイガスに移籍。ありがとうございます。